絶対勝つんだよ、今日は絶対勝つんだよ。 FC 岐阜勝手に応援チャンネル、 FC 岐阜は強いんだよ。出た桜庭和志、絶対勝たないといやマジで今日 FC 琉球戦ですけど、はい、いやもうこれ勝たないとダメだよ、2ヶ月勝ちないですから。本当ですよ。で 6月入りまして、うん、一発目の試合ということで、なんとかね、あの FC 岐阜勝手に応援チャンネルはやっぱりあの岐阜だけじゃなく相手のチームもね、あのまあ頑張れと思いながらも、まあ 8-2 ぐらいの割合でちょっとあれですけど、今日はもう 10-0 で10-0 で岐阜なんとか勝ってくださいと小野伸二もそうだもん、やばい怪我に、うわあああ5分早すぎる、前半5分岐阜失点、そこ滑ってよかったんじゃないかな川上って思っちゃうな。おーおーおーい、ええ、ちょっと待って、ええ、ちょっとえカメラに向かってなんか割とスローペースでファーッと行くかなと思ったら一瞬にしパコーンってやられたもん。そうそうそう、いや真ん中がっつりやったね今ね、そこ今ダイレクト叩かれた時、今のはもうまあクロス上げられる前の話だね。なるほどねえ、頼むよ。なんかさ、岐阜新聞とか岐阜マガとかでさ、ポジティブな記事見るといけるとか思っちゃうんだからねえ、そうなんですよね。それがさ、X のタイムラインに流れてくるとさ、今節はいけるって思っちゃうのよ、毎週。はい、前半終了でございます。はい、2対0、FC 琉球がリード。ということで、ため息しか出ません。今のところは。ただまあ、3点取ることができるのが、またこれサッカーの面白さではありますから。今日スタジアム DJ 誰なんだろう、まだ45分あります、諦めないで応援しましょうっていう鼓舞、スタジアムにこうくじけかけてる人もいるだろうけどその中でまたこう応援していこうっていう空気を作るっていう、すごい、多分俺がスタジアム DJ やったら多分負けですって言っちゃうの多分45分可能性としてはかなり低いですって言っちゃいそうだもん。そんな言っちゃダメなんですよ。聞いたことないでしょ。ちょっと難しいですねって言ってる人いないですよ。ちょっと聞いちゃいそうだもん。早めに帰るよーっていう人手挙げてくださいみたいな。芸人の良くないとこ。いいよ。おお。スーパー。71分でしょ。これまだある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 。同点可能性あるよ。いや、これは難しいボレーよ。ゴールを背にしてのこのボレー、今年みんな取り過ぎだよね。この段階で8得点で3位って、確かに普通だった、普通トップよ。ロリエをリピートしてなんでえ、なんで、ちょっと事件なんですか、なんでおそらくアカウントの切り替えミスでしょうね。ミスでしょうね、中の人のロリの絵が好きな方が多分おそらく試合見ててもう負けだよ今日と思って自分の趣味のやつ見ててでリツイートしたら、あ違うこれクラブのやつだクラブのアカウントでやっちまったみたいなことですか。一番やっちゃダメなやつ試合中何してんねんって話ですやっぱりあのみんな一緒なんだよね、見てる人たちのね気持ちが一緒、気持ちが一緒だから2点入れられた時点で、いやこの時間で2点かいと、誰しもミスありますから、ね、誰しもミスありますから、わざやりたくてやったわけじゃない、やりたくてやってんだけど別にクラブのアカウントでやりたくてやったわけじゃない、たまたま間違えたと。まあね、点がもっとバンバン入ってればそんなことしてる暇ないですから、誰が決めましたみたいな、ね、あのわーってやった写真をね、あそう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 、でもそれを載せなきゃいけないからまあだからもうそういうところですよあの全体の気が緩んでるんじゃないのかとそういうところですよ。一丸となら一丸となって戦わないとダメですから、
エッチな絵を見てる場合じゃない。いや、そうっすよ。スクミスをツイート、リツイートしてる場合じゃないと。これは勝つですね。これ勝つですね。これ、うん、勝つっていうか、なんだろうね、ちゃんと大人に怒られるやつ。そうだ、張本さんが勝つとかじゃなくて。じゃなくて、ちゃんと上司に怒られる案件だと思うんですよ、これ。まあ、人間だからね、ミスはありますから。それはまあね、まあ、皆さんもね、まあ、負けてる時に何よって思うかもしれないけど、まあまあまあ。これは誰しもが起こり得る。この SNS という時代だからこそ起こり得るミスですから。恐ろしい。自分だと考えたら恐ろしい、これは。そうそうそう。自分のアカウントで、まあ言ったらね、野口くんだったら、この勝手に応援チャンネルのアカウントを動かしてるのは野口くんですから。そうですから。で、野口くんは別で自分の個人のアカウントもある。そう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 。野口くんが、例えば、スクミズのやつを、応援チャンネルのやつで、好きな子。おお、おお、おお、はい、おお、スクミズ、スクミズ、スクミズ、そっちじゃない、何が得点したかをツイートするんです、今から。いやー、いいですよ。来た来た来た。あと1点いけるいけるいける。勝てば笑い話になる。勝てば笑い話になります。勝てば笑い話になります。なんとか中の人のために勝ちましょう。そうしましょう。ちょっとこれ救いましょう、はい、これ負けたらマジで本当にちゃんと上司に怒られるやつだと思う。勝てばね、勝てばいいけど、そう、勝ったからいいけどさ、お前はあんねツイート頼むよっていうアハハハで終わるから。なんとか選手頑張って、本当人一人の組みかかってます多分。これちょっと上野監督から伝えてもらうしかないですね。いや、そうです。誰かイヤホンでも何でもいいです。もうベンチに一回言ってください。戦術をね、耳打ちすると思うんですけど、上野監督はね。そうじゃなくて、職員が間違えてスクミズをリツイートしちゃったんだよ。なんとか勝たないとあの人クビになるからさ、なんとか頼むよっていう指示を。ホワイトボードじゃなくてスマホを見せてね、もしかしたら隠してた性癖なのかもしれないですからね。いや、そうなんだよね。それが恐ろしい。そう、人はそれぞれね、言えないものを持ってるもんだから。私は持ってるんです。それ晒しちゃったなっていう。しかもスクショされてたんだ。いやー、やっぱ怖いですね、SNS って。デジタルタトゥーですよ今言ってんのかな。上野監督が今抜かれてたけど。中の人が大変なことになってるから、 X の公式中の人大変なことになってるっつって。それ伝わらないですよ。何言ってんだと思いました急に。あー、ね、めっちゃいいクロスだったな。そういいよ、そうシンプルに、そう、うわ、あー、めっちゃナイスクロス。いやー、40か、頭で当てれなかったか今。はい、ということで、2対2の同点ということで、試合は終わり。今日も勝ちなし、うん、ただ負け濃厚だったやつを2点取って引き分けに持っていったってところは評価できると。確かに、あとはまあ上野選手とか途中出場の、ね、選手がやっぱ攻撃に絡んでこうどんどん点を取ろうっていう姿勢が見えたんでね、まあ、すごい良かったなと。ただ前半のやっぱ立ち上がりだね、もうそこが弱いですね。そこの強度がね、まあ、やっぱり穴が真ん中に1点目もそうだけど、ワンタッチで崩されるとき、もうあんなに真ん中がっぱり空いたらそれはやられるよというね状況ですから、まあ、そのワンタッチで崩されるもそうだけど、どこまで相手についていくかっていうマークの受け渡しとか、そういった部分、追っかけなきゃいけない部分っていうのが、もう一段階ね、ギア上げなきゃいけないよねっていうところが多々あったなと。まあ、それだから早い段階で2失点したんだろうけど、まあ、そういったところは、まあ、頑張ってくださいと。はい。はい、ただ、2点取ったのは、やっぱ、藤岡のスーパーゴールかな。あれ、すごかった。あれはすごかったっすね。で、2点目は、ゆむっちゃんが、今季初ゴールかな、ですかね。はい。はい、本日の、勝手に MVP はこの方、 FC 岐阜公式 X 中の人。カットできなくなりました。はい、もう勝
ットできない。ごめんなさい、中の人。いじりまーす。カットできないです、はい、それは中の人のミスがね、どうしても、人間、誰しもミスはありますけども。我々、味方ですから、ね。味方です。我々は、あえてそこを、笑い話にしようと。そう。はい。じゃないと、多分、個別に呼ばれて怒られることありそうなので、応援チャンネルは、中の人を応援してます。はい。なるほどね。はい、公式 X 中の人を応援します。これ、多分岐阜の関係者を見てる人もいると思うんですよ。言っときます。そんなに怒らないであげて。ちょっとだけ。ちょっとだけ、ちょっとだけ。ちょっとだけ、まあ、一個、癖を出すなというのだけ言ってくれればあれでも、そのスクール水着のやつとかは、まあ、はい、みんなで共有しましょう。はい、そこは。まあ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。はい。まあそういうこともありながらと、これも FC 岐阜の面白さの一つですから。そうなんかな、いないですよ、この60チームの J リーグチームの中で公式 X がスクール水着の女の子の絵をこのリツイートするっていうのはね、ないですから、これは FC 岐阜だけですからね。なので、今日はちょっとね、中の人多分へこんでると思うんで、元気出してほしい。やっちまったなってなってると思うんで、もう元気出してください。今日はあなたが MVP です。あとちょっと6月21日に、はい、岐阜市文化センターで、お笑いライブやりますので、はい、そこのね、模様なんかもなんか撮りながらいろいろねちょっとやっていきたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。受付はX で、私の X にちょっと予約ね受付してますんで、まだまだ80席ぐらい余ってるんで、はい、ぜひお願いいたします。ということで、以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。